こんにちは。株式会社石垣のたまると大谷です。のどかですね。そうじゃなくて紹介しなきゃダメでしょう。あ、そうでした。今回は高知県高知市にある三日月排水分区1号保管ポンプ施設の紹介をします。高知市は市庁舎を令和元年11月に新しく建て替えたんだよ。じゃあ路面電車で移動します。あ、島崎和歌子、早く次に行くよ。お、ここは有名な？そう、桂浜だよ。坂本龍馬もこの景色が好きだったんだね。ちなみに高知市は龍馬の銅像がそこらかしこにありますよね。また路面電車、編集者島崎和歌子好きなんかな。ここは高知城で、今見えてる大手門と天守が残っているのは非常に珍しくて、日本に3つしかないんだ。ここの石垣、結構きついんだよな。ただ、この景色は最高だね。あと高知といえば、カツオだよね。高知のカツオのたたきは分厚くて違いますね。じゃあ、塩たたき、いただきます。この電車の映像いるんかな。遊んでばっかりなくて、早い紹介せえ。すいません部長、そろそろポンプ場を紹介します。ここがポンプ施設ですか？どこにポンプ場があるんですか？大谷君いい顔。ポンプは地下に設置されていて、このようになっているんだ。横からだとこんな感じだね。どこから水が流れてきているんですか？ここは流入水路だよ。なかなか狭いですね。ここは小スペースじゃないと大変だ。さっきの門のところが流れる先ですか？そうだね。普段はゲートを開けて水が自然に流れるようにしているんだ。じゃあそろそろ地下に入っていこうか。え、実際見れるんですか？部長が先導してくれるんですね。ありがとうございます。今回だけやぞ。なんか急にすこってますね。これがフラットバスターですか？めっちゃかっこいい。コンパクトなスペースにも設置できるんだ。この線は何ですか？これが電気線で、地上の電気盤につながっているんだ。この筒の中に水位計が入っていて、水によって運転を制御するんだ。こっちはもう一つの流入先かな。地下の構造はこんな感じかな。ここは道路下に設置された珍しいポンプ施設で、水位に関係なく運転できるフラットバスターだからこそ設置できたんだ。いやー、盛りだくさんでした。このスペースに設置されるとは思わなかったです。最後に記念撮影でもしようか。えらい唐突、しかもわちゃわちゃしてますね。いかがだったでしょうか？他のポンプ場も紹介していますので、チャンネル登録をお願いします。